今回ですね、このネオに合わせる、レジオフォーミュラ、うん、セッティング例ご案内していきたいなと思います、うん、まあフォーミュラのシリーズだったらね、うん、4号も視野に入ってきていいと思うんですよ。そうですね。はい、金川さん、はい、ですね、この 950GH ネオ、850GH ネオ、はい、クラブメーカーさんの、純正シャフトとして標準採用でこう手に取っていただく機会が多くなってきてですね、うん、白海に来られる方から非常に多く、いただくご質問なんですけど、うん、レジオフォーミュラ、これモーダスとのマッチングに優れたドライバーシャフトですよっていうふうにご案内していて、うん、ただやっぱりこのネオンをきっかけに日本シャフトを知っていただいて、うん、私はネオンを使ってるんだけどレジオフォーミュラって使っちゃいけないんですかと、うん、できればこう使いたいんだけどどういうのがいいですかねっていうふうにお問い合わせとか仕出しに来ていただくケースが多くて、うん、なので確かにレジオフォーミュラってモーダスとのマッチングがいいシリーズですよっていうふうにご案内をしてるんですけれども、とはいえ45、55っていう軽いスペックもご用意してあって、うん、合わせられるシャフトっていうのがあるので、うん、今回ですね、このネオに合わせる、レジオフォーミュラ、うん、セッティング例というかそれをちょっとご案内していきたいなと思います、うん、ネオはもともとすごく使いやすいシャフトじゃない、はい、だから、まあ、使ってる人も多いと思うし結果出てる人も多いから、はい、それはすごく分かりやすいし、うんうんうん、フォーミュラ使ってほしいけどな。そうですね、うん、多分逆に、はい、メーカーさんの純正のシャフトとかと比較すると、うん、フリカンとかは、うん、フォーミュラの方が合う気はすごいしてます、うんうんうん、ですよね、うん、なのでそのあたりをまずは950ネオ、これを軸にして R と S とあるのでこれでセッティング決めていって実際に試打していただきながらベストマッチをご提案できればなと思います。はい、はいはい、じゃあまずですね、950ネオの R と S、 これちょっとおさらいで、はい、両方打ってみていただいて、はいはい、こんなシャフトだよっていうのを改めて、まず R から、はい、発表会思い出すな、ね、2019年、もうそんなに経つんだ、はい、148ぐらい、うん、これやっぱり、はい、シャフトがすごい助けてくれる感じは、うん、このネオは感じますよね。今なんかもすごく振り遅れたなと思ってても、はい、ちゃんとフェース戻してくれる、で球もちゃんと上げてくれる、捕まえてくれるっていうシャフトの特性っていうのはすごく出るシャフトです、はい、でやっぱりこうシャフトのセンターの硬さって言ったらいいのかな、うんうん、があるからしなりすぎないんで当てやすさはちゃんと出るし、うん、まとまったシャフトにやっぱ仕上がってますよね。で、うん、まあ、もっともっとロフトが立ったヘッドに入れてあげてるとこの特性がもっと出てくる感じなんだろうなっていうところですよね、うんうん、S と R で振動数的に言うとどのぐらい、はい、12、うん、はい、なんでちょうどワンフレックス、日本シャフトでいうワンフレックス分、うん、うん、いいしなり方するもんな、球ばらけないし、割とね全体的にこうしなり量が増してきてるじゃないですか、うん、純正シャフト、うん、そうだから普通に考えるとそのドライバー純正 S シャフト、うん、でアイアンだったらそこに合わせていくと例えばこの950のネオだったら R シャフトとかっていう方がマッチングがいいと思うんですよ、うん、で裏を返すとね950のネオの S が気持ちよく触れている人だったら、うん、純正のドライバーの S シャフトではちょっとアンダーになりやすいんじゃないかなっていう、その傾向はありますね、うん、恐れがあって、うん、どっちが適正かはねその使ってる方によって当然違うんだけど、うん、そこはもしかしたらうまく打ててなかったりする人が原因が、うん、そこには少しあるかもしれない、うん、例えば純正の重量帯が50、うんグラム台ですよって言ってても、うん、カット後の重量が40グラム台の後半になってたりすることもあるじゃない、うん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 、だからもし日本シャフトさんの、まあ、フォーミュラのシリーズだったらね、うん、4号も視野に入ってきていいと思うんですよ。そうですね、4号、5号、その辺を打ってみると、うん、意外とネオの9号の S とかが全く違和感なく触れるようになってくると思うんで、うんうん、まあ、今の現状のこう市場に出ているクラブのアンバランスさっていうのはちょっとあるんじゃないかなとは思いますよね、うんうん、
全然いけるもん、うん、じゃあこれで、はい、もし、はい、950のネオの S がちょうどいいとしたら、うん、自分のフリー感覚で言ったら、はい、フォムラの M プラスの 55S まず打ってみてくださいって絶対言うと思うんだけど、うん、違う違わない違わないんで、うん、もうそれでじゃあまあこんな感じだねで終わっちゃうじゃないですか、うん、なんで、まあ、確認の意味でも今回3種類レジオフォーメル M プラス B プラス MB プラスってあるので、うん、ちょっと打ってみてもらいたいなと思います、はい、では、はい、M プラスの 55S、はい、これもうシダ会でももう鉄板でまず打ってもらうシャフトなんですよね、うん、ユーザーには実際に女子のツアーでの使用率も高いじゃないですか、はい、そうですね。うん、振ってて、はい、しなり感で言ったら、はい、真ん中の張り感はちゃんとあります、うん、切り返した時に手元側もしなった感じします、うん、で先も遅れてしなります、うん、でそれが自然にここでインパクトで戻ってきますっていうもう本当にネオとほぼ同じようなフィーリングで、うん、自分の手の動きに対してヘッドが追従してくる形を取ってくれるから、はい、ここはもう本当に王道、うん、クリちゃん大体想定的に 55S でどのぐらいまでの対応とかって考えたりは、はい、スペック、ヘッドスピードとかは45ぐらいまでは意外といけちゃいますね、うん、はい、スイングタイプにもよるんで、うん、なかなかこうはっきりと言いづらい部分があるんですけど、うん、40超えたあたりからドライバーで、うん、はい、45ぐらいまでは対応できます、うん、でも本当に振っていて、うんうん、ネオと決して合わないではなくで、うん、逆に言ったらネオ使ってる人は M プラス使った方が絶対にいいよっていうシャフトだとは思います、うん、現にこの組み合わせで使ってる女子の選手もいますよね、うん、そうですよね、はい、まあ、ヘッドの特性もあってスピン少なくてでもちゃんと打ち出し出ていって、うん、このスピードで距離240とか出てれば、うん、もう全然御の字じゃない。そうですね、うん、すごく適性的には合っている、うん、そういうシャフトだと思います、はい、女子で何名かこう使用選手がレジオフォーミュラいる中でアイアンに同じ950ネオンを使用していて、うん、MB プラスを使っている選手でこっちの方が多いんですよ、そのネオとの組み合わせで。あ、そうなんだ、はい、なのでちょっとそれが実は気になっていて、うん、ちょっと打ってみていただいて、これは推測なんですけどドライバーとアイアンで役割を分けたいプレイヤーっているじゃないですか、うん、だからそういう考え方とかあとヘッドタイプによっては MB プラスの方がセットとして使いやすいパターンがあるのかなと思っております。素振りをした時に、うん、MB プラスの方が明らかに、ね、うん、ヘッドを感じるんですよ。 M プラスの方は当然ヘッドは感じるんだけれども、うん、クラブ全体を感じながらヘッドがある感じ、うんうん、でこっちの MB プラスにした時にはだんだん重くなってヘッドがすごく重いですよっていうハンマーをこうやって振ってるみたいなイメージって言ったらいいのかな、うん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 、うん、だからまあ自分自身がこういう剛性の方が振りやすいのも一個あるから、うん、なんだけど思ったよりスピンが入る、うん、お確かにそうですね、うんうん、ちょっとスピンが増える印象、意外かなMB プラスの方がもっともっとスピンが減ってくるのかなと思ったんだけど、はい、M プラスと比較したときに高さは M プラスの方が出るんだけど、はい、スピンは MB プラスの方が入る、うん、だからもしかしたら勝手な推測で言えばすごくスピン量が減ってる今のトレンドのヘッドに対して、うん、
適正値出そうと思った時に、うん、MV プラスの方がいい数値が出ていって、うん、フリカーもそんなに違和感ないから、うん、そっちを使おうってなってるのかもしれない。あ、なるほどね。もともとスピンが入ってる選手だったら、うん、逆にスピン減って打ち出しが出ていく M プラスの方が効果があって、うん、っていうそこの差かもしれないですよね、うんうん。うん、同じスピードぐらいでずっと振ってた時にやっぱ若干最高到達点は下がってスピンが増えてっていう感じが MB プラスです、うん、なんていうのかな、飛ばすんだったら M プラスの方がうまく打った時にすごい飛びそうっていう感じだし、振ってる違和感もないから使いやすいなっていう印象なんだけど、こっちはあ、どこ行ってもこう自分の目線の中で収まる球に絶対なるなっていう安心感は圧倒的にありますね、うん。一応 B プラスも打ってもらっていいですか。逆に打ってみたくなった。はい。あ、全然違うよね。熱当たり方。うん、スピン少な。ここからしなりました。少し早い段階でこうやって動いてくる、うん、ちょっと左だよね、やっぱね。やっぱでもスピン少ないね。明らかに B プラスはネオと挙動が一緒かって言われたら違います。ただ一個だけ言えるのは、すごくフェースがまっすぐにこうやって当たってくるから、うん、ドライバーがすごく右に出ちゃってる人とかだったら、うん、違和感なく打った時に出玉が左にね、うん、ずれてくれそうな気はする、うん、シャフトに反応しないで振ってたらね、うん、だから振り感を抜きにしてマシンのように何も気にしないで振ってたら多分ちょっと厚く当たって、うんうん、スピンの少ない球になってくるシャフトですね。マシンのようにで言うと、うん、男子のトップアマにすごい人気あって、うん、試合とかの中で緊張した時に機械的に振ってバーンと厚く当てて飛ばしていきたいっていうニーズにすごい応えてくれるって言って、今ちょっとプチ流行りしてるんですよ。すごいわかる。もうアドレスして向いて、うん、あとはもう自分のリズムで機械的に振っててあげると、うん、ベロンって感じに一切ならない、うん、熱く熱く当たってくる。そうそう。振り感を抜きにして結果にコミットさせましょうってなった時には、うん、すごく面白いシャフト、うん、例えばマッチングって言った時にどこを取ってマッチングかっていうのは難しいんだけれども、うん、同じ振り感で同じような傾向の球を打っていっていきましょうって言ったら、うん、明らかに M プラス、うん、950のネオの S に対して、うん、55の S で本当ぴったりだと思う、うんうん、それよりもちょっとスピン量を増やして、うんうん、球が低くなっても落ち着かせたいってなったら MB プラスがある、うんうん、で逆に950ネオを使っていてすごくアイアンをフィーリングよくてラインも出るんだけど、うん、ドライバーを使ってる時にちょっと右にばっかり行っちゃって気持ち悪いんだよねって、うん、であんまりドライバーで細工したくないんだよねっていう人は B プラスっていう選択肢も全然あるんじゃないかな、うん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 、でも重さ的には、うん、どの3つのタイプでも55で全然大丈夫、いける、うん、だってこれ打った後にまた950のアイアンをもう忖度なしで、よくこれ自分お客さんにもやってもらうんだけど、はい、もう素振りもしないです、ドライバー打った後にアイアン打ってくださいっつって言って打った時にこうやってインパクトバンって、うんうんうん、ずれないじゃないですか、うん、っていうことはこの重量体で使ってあげていて、うん、要はクラブが落ちてくるスピードっていうのは全くずれないっていうことなんで、うん、これはこういう組み合わせで、あとは結果と狙っている弾道によって選んであげるのが一番いいんじゃないかなと思いますよね、うんうんうん、なるほどね。じゃあちょっとこのままの流れで重量落としてやってみていいですか、うん、850ネオ、はい、